はいどうもこんにちは、またお昼を作っていこうかなと思うんですけど、今日はビーフストロガノフ、ウクライナ風のやつですね。白いビーフストロガノフですねを作ってみようかなと思います。ロシア料理ですね。まあロシア料理初めてかなと思いますけど、ちょっとやってみるんでぜひ見ていってください。それでは言います。はい、今日はちょっとビーフストロガノフを作っていこうかなと思います。まず火をつけますね。オリーブオイル引きますね。ニンニクをちょっと入れて、鷹の爪も入れときます。ビーフストロガノフってね、ロシアの料理ですよね。プーチンさんのね、いる国。僕割とロシア料理に行ったりもするのも好きだったんですけどね。ピロシキとかね、美味しいですよね。結構香りが出てきたら、ここに玉ねぎも一緒に炒めます。牛肉ですね。牛肉の細切れに、小麦粉を混ぜてまぶしたんですよ。それを炒めます。ホワイト、白いやつっていうんですかね。どこ風なのかな、あれ。地方によって違うみたいですよね。具材、まあ僕今日何でもいいんで、何でもありでちょっと。またね、破竹届いたんですよ。だから破竹ね、傷むの早いんで、早めに食おうかなと思います。あとこれはピーマンですね、トマト。マッシュルームはいいんですけど、椎茸もが大量にあるんで、椎茸。あとね、このモネちゃんが好きな、あれです。茄子の漬物なんですね。今なんで茄子の漬物入れるかというと、ビーフストロガノフって、あのね、僕が食べたのが美味しかったのがね、ピクルス入ってもうまかったんですよね。じゃあなんか漬物と合うんだなと思ったので、ちょっと今日は漬物で、茄子の漬物の方でね、チャレンジしてみようかなと思います。こんな感じである程度炒めたら、次は、ある程度炒めたら次豆乳入れます。牛乳でもいいんですけどね。僕はちょっと豆乳入れてみます。そしてこの上に、このサワークリームですね。これをドバッと入れちゃいますよ。そしてコンソメ。お酒入れときます。胡椒。で塩も。はい。まあこんな感じで OK です。大丈夫です。出来上がりです。はい、どうも、こんにちは。まあちょっとコメントもいただいたんですけど、モネちゃんが今年最も笑顔になった瞬間はこいつ、反響に抱きしめたい気持ちに、女優の上白石モネちゃんが、俳優の溝端淳平くんが8日ベストスマイルオブザイヤー2020を受賞し、都内で行われた受賞式に出席したと。上白石萌音ちゃんが、まあ、女優の部門ではね、ベストスマイルオブザイヤー、まあ、2020今年の、ベストスマイルオブザイヤーは最も笑顔が輝いている各界の著名人を選出、表彰するものと。表彰盾と目録を受け取った上白石は、こんなに明るい気持ちになれる賞をいただいてすごく嬉しい。ただベストスマイルと言っていただけに、ベストスマイルと言っていただけた後に写真撮影で笑うのはすごく照れました。でも本当に光栄と喜んだと。一緒に撮った溝端淳平さんは、上白石萌音ちゃんの笑顔を間近で観察して、今日が初めまして。お芝居している時も印象的ですが、上白石さんの密着ドキュメント、あ、これあれですよね、これ情熱大陸ですよね、拝見して、こんなに屈託のない笑顔で、周りを明るくできる人はなかなかいないと思ったと。今日もお会いして、満面の笑みでご挨拶してくれて、ずっと癒されっぱなし、今日来てよかったと絶賛したと。それで、モネちゃんはその言葉に、今自分の顔がベストスマイルになってます。褒められるって嬉しいですね、と照れまくったと。で、溝端淳平くんの笑顔について、モネちゃんは、まずおじさんが、視界だけあって、歯が白くて綺麗。笑顔は、
くしゃってなって素敵と言い、溝端さんは裏で気遣いしてくださって、ヒールは疲れるから座ってくださいと椅子を引いてくれた。紳士的な笑顔でエスコートしてくれました。人を笑顔にさせるベストスマイルな方と告白と。で、モネちゃんは今年のベストスマイルになった瞬間を問われると、話題となったドラマ恋は続くよどこまでもを回想し、あのドラマを幅広い年代の方が見てくれたので、道で小学生幼稚園生がドラマの役名や役名のあだ名で呼んでくれた時は、抱きしめたい気持ちになったと。本当に嬉しかった。無邪気に駆け寄ってきてくれたのが今までにない経験だったので、テレビの力すごいなとしみじみ語ったと。まあそうですね、まあ、これでブレイクして、これのモネちゃんのまた笑顔がね、良かったですよね。まあそんな感じで、まあもね、モネちゃんもね、久しぶりにその、なんだ、こいつのことをちゃんと引き合いに出して言ってくれたっていうことですね。まあね、いろいろね、こうやって年末に向けて、今年ね、一番ブレイクしたって言われてるのがモネちゃんですからね、いろんな賞がね、取るんでしょうから、楽しみですね。まだまだ11月の頭なんで、12月にかけていろいろね、ありそうですね。まあそんな感じでした。では、いきます。うまっ。